さあ男子ショート3000メートルの決勝です。100メートルプラップを通します。座ってください。お願いします。座って応援していいんですけど座ってください。さあ男子共通3000メートル決勝は集団のまま進んでいます。さあ前の方で引っ張っている選手、鬼川の岩田くん、そして西野原の中島くんあたり、さあまだまだ大集団でスタートしております。さあ先頭 400m の通過が1分10秒。先頭を引っ張る2名は変わらず、鬼川の岩田くん、そして西野原の高島くん、まもなく 800m の通過。800m の通過が2分29秒。この1周1分18秒。少しスローな展開になってしまっています。さあ間もなくゴールラインの方に来ると1000メートルの通過ということになります。さあ3000メートルのゴールタイムの方も予想できます。ちょっとこのまま行くと少しスローなペースです。さあ先頭大集団ですが、もう少し積極的にレースを進めた方がいいかもしれません。1000メートルの通過が3分6秒。この200メートルで少しラップの方上がってきたでしょうか。少し集団も縦長になってまいりました。まもなく1200メートルの通過。1200メートルの通過が3分46秒。通過しました。3分48秒。この1周が1分17秒。変わってきました。一番先頭を引っ張る鬼側の岩田君は変わらず、その後ろに上がってきた選手が総主力の岩瀬君、総務省の野口君、大野口の阿部君あたり。さあ1600メートルの通過です。
1600m の通過が5分5秒、この1周1分17秒。さあ縦長にはなっていますが、そんなにラップの方は変わりません。さあ先頭集団、まだ大きい集団、縦長ですが 2000m の通過、6分23秒、この1周1分18秒。さあここで先頭集団が東野さんの野口くん、あ、そしてまた一度見川の岩田くん前に出ます。先頭5秒でしょうか。さあ先頭引っ張るのが海側の岩田君、その後ろについている選手が東野省の野口君、そして松尾君、さあ少し開けて西野原の中島君、あ失礼いたしました、その間に大山口の阿部君もいます。さあ5名、そして8番ラインについても後ろが縦にまだ長くつながっていますので、入賞はまだ分かりません。さあ間もなく先頭5名の集団で 2400m の通過、 2400m が7分39秒、この1周1分15秒。阿部くん、そして西原の中島くん、さあラスト勝負、まだ3名。さあ間もなく 2800m の通過、 2800m の通過8分50秒、この1周1分12秒。まだ変わらず3名ですが、少し間が空いたでしょうか。さあ先頭を見るの岩田くん、さあ今9分、失礼いたしました、今9分10、さあラスト勝負15、さあ先頭は岩田くん、そして大野が野口くん、9分21、22、23、24、25、26、27、今30 35 40 45、さあラストまで頑張りましょう。今55。